皆さんこんばんは。こちらは、ドム内放送局の日本語のニュースでございます。6月3日、ドム内署大委員会で2022年の夏、青少年ボランティア勘弁水難を防ぐために、全国で水泳の練習を実施する会期活動の開会式が行われました。 開会式で、労働人民委員会のウェンシャンホン副委員長は、夏は会社全体が子どもの成長を会話する機会だと強調しました。幸せ、健康、適応、安全な夏を手間に、2022年に労働の夏の管理委員会は、コンテンツの3つのフォーカスグループに焦点を当てた展開します。 その中で更新術、実、子供たちの水難と逆来の防止に関する教育活動の組織化、同僧での夏のボランティア活動の組織化に想定の当てっています。また、衆参の具体的な目標を掲げた夏の青少年ボランティア勘弁の休日間と夜は子供たちの世代の支援と大きく抗議します。 これはまた、組合員や若者が力を発揮し、原資の実践する機会もあります。税務総局によりまとと、5月24日現在まで、事業・企業の総数の93%近くを含めている国内企業を66、76万4000社以上が電子インボイスの利用に切り替えました。 税務総客の来用によりまと、現在の電子インボイスポータルシステムの運用能力は非常に良いであり、年間平均65、70億のインボイスを理することが見込まれています。現在、税務総客が設定している目標の一つは、次回将来全ての事業世代と個人に電子インボイスの利用に切り替えることで、 この,のこの開発を促進するために税務総客はポータルシステムで電子請求書を使用するための登録費から12か月以内に人業世代及び個人がサービスの利益を支払う必要がないことを規定しています。収容プロジェクトの分配実行を スピードアップするために、建設、建設層はいくつかの地域で、建設費、建設契約層の管理を開催します。当層は、管理省、繁華所、繁華所、林山所、群太市、丼内省、ランドム所を含む7省市で、監査を行います。建設層は、監査対象の 機関の実行を妨げることなく、監査を真剣に、客観的に、そして正直に行わなければならないことを要求していました。検査が包括的で、争点が絞られていることを放送するために、機関の間に緊密な調整が認められます。監査内容は、 建設、投資費用の管理に関する規則の策定と交付における核創始の方向性と管理に焦点を当てています。バーリデス・ルンブル・フスキー欧州貿易委員は、6月3日、ロークセンブルークで開催された貿易担当大臣会合で貿易協定の総名と承認の取り組みを 休暇する必要があるという非常に幅広いコンセンサルがあったと述べました。会議でロンフロ・フスキ氏は英雄は、英雄はサブライチンの安全性を確保し、ブロックの輸出によさに新たなチャンスを創出するために現在の小さ学的状況を再構する必要があると述べました。 ロンブロ・フスキ氏は貿易協定の英雄のより大きな焦点においてウクライナ戦争が主な要因ですがそれだけではないと明らかに知ってました。ロンブロ・スキ氏によりますとウクライナ戦争に対する中国の立場も問題だと述べました。中国の王毅外相は6月3日東ティモールを訪問しました。これを機に 双方は、東ティモールは開発援助を提供する複数の提供に証明しました。オキシとアラルジザマグノ外相が証明した給点の中には、水産業や医療などの分野を含むテレビ保障のデジタル化に関する給点が含まれました。 マグロ氏はマスコミに応じ、ヒヤシテモルは中国に農業と産業部門への投資を増やすよう認めたと述べました。以前に予定されていた国契約の上位については技術的な問題により延期されました。ご清聴ありがとうございました。